はい、こんにちは、こんばんは、こんにちは、こんばんは、おはようございます。今日は最終回ですね。一応6回のシリーズでやってきた人間の本質を追求してという講座の今日が最終回で、その6回のうち5回、最初の1回目はモンチャーズールをウテさんと一緒に立ち上げたパウロさんとヘナーチさんのお話を伺って、で、2回目からはずっとウテさんの話を伺ってきました。で、Vou explicar, né, que esse Ah, título, tá bom. Na Procura da Essência da Humanidade, por que que a gente escolheu essa palavra no início, né? Já entendi. それで今までですね、ずっとその人間の本質を追求してっていう、まあ、タイトルでやってきたんですけれど、これをですね、なんでそういうタイトルにしたかっていうのを最初にちらっとご説明しておいた方がいいなと思ったんです。っていうのはね、最初は、ブラジルのヒューマニゼーション運動についてこう取り上げていこうっていうふうに考えたんですよ。で、ヒューマニゼーション運動っていう言葉は、すごくね、ラテンアメリカ的な言葉で、あんまり英語圏では使わない言葉なんですね。人間化する運動、人間的にする運動っていうのが、ラテンアメリカにはあって、で、ブラジルはそれがすごく大きな運動になってるんです。で、その運動っていうのはね、実は、まあ、後半戦でちらっとまたお話しますけれど、モンチャズールがね、関わった、大きく関わったお産をヒューマナイズするっていう運動が、まあ、30年ぐらい前にあって、で、そこからこの言葉がすごい大流行りして、で、もういろんな社会のさまざまな側面、保健医療についてもヒューマナイズしなきゃ、教育についてもヒューマナイズしなきゃ、社会をヒューマナイズしなきゃっていう、そういう、こう運動に、まあ、なってたんですよね。で、その運動の中でモンチャズールは常にすごく重要な役割を果たしてきたので、その運動についてこうちょっとこう一つずつ取り上げていこうと最初は思いました。それでそのヒューマナイゼーション運動についてなんていうタイトルを書いても誰もわかんないから、だからその、まあ、ヒューマナイゼーション運動ってのは結局人間って何なのかと。で、その人間のためのお産、人間のための医療、人間のための教育って何なのかっていうことをね、追求する運動だと思って、それで人間の本質を追求してというタイトルで、まあ、やってきたんですね。で、まあ、それを、その目的が果たせてるような、果たせてないような、なんですけれど、ウテさんのお話になってからは、すごくユニバーサルとローカルっていう話でこう結構繰り返されてきたと思います。何がこう人間として本質的にユニバーサルな普遍的な人間の本質なのかということと、それがそれぞれの文化でまた異なった衣服を洋服を着て現れますよねと、それぞれの文化でまた異なった形で表現されてますよねと、そういうことについてこう考えてくる会がずっと続いてきたと思います。で、今日それが一応最終回、一区切りつけて、で、何回かお話してると思うんですけれど、来月4月はお休みをいただいて、5月から今度は勉強会っていう形で再開できたらなと思っています。で、まあ、ウテさんにも振りますね。Então eu expliquei o que foi a intenção, né, desse. Eu já entendi, Tássica. E Já agora entendi. é a sua vez. Agora eu, né? Tá bom. Então. Bom dia a todo mundo. Konnichiwa, ohayou Tão gozaimasu. longe do Brasil. Brasil, É tô. muito bom como eu pensei. Você está traduzindo, Tássica? Não, pode falar. Alô? Pode falar. Então, é muito bom ficar com vocês, embora que vocês estejam tão longe, mas também tão perto do meu coração.
皆さんとこうやってご一緒できるのは本当に嬉しいですと、皆さんすごく遠くにいるのは分かってるんですけど、私はブラジルから話しているので、だけどなんかすごく自分の心のそばに皆さんのことを感じました。Hoje nós vamos fechar ciclo de seis tentativas de entender o universal, o local e o individual. そして今日はこの、まあ、サークルを閉じる日になるんですけれど、その中でユニバーサルとローカルとインディビジュアル、つまり普遍的なものと個別の文化の関係のものと、そして個人個人のものということについてのお話を今日これで、一周して終わらせようと思っています。A gente também começou com algo artístico. Essa vez, se der tempo, a gente vai fechar com uma poesia artística. いろいろこのセッションを芸術的なことでこう今まで始めてきたんですけれど、今日も最後のところでその芸術的な、つまり詩を紹介することで時間がうまく終わらせることができたらと思っています。 Hoje eu pensei que a gente podia se aproximar desse assunto universal e individuala partir do impulso crístico, porque está chegando a Páscoa. で、その今日はですね、この普遍と個別ということをキリスト衝動という考えというものの文脈でお話ができたらと思っています。というのは、ちょうどですね、今イースターウィーク復活祭が近づいてきているので、こういうお話をできたらと思っています。Quero deixar bem claro, não como uma festa religiosa dentro de uma religião específica, mas como impulso crístico. Vou explicar ainda. 最初にはっきりと申し上げておきたいのは、これは一つのあるキリスト教っていう宗教のお話ではなくて、そう一つの宗教の話ではなくて、キリスト衝動、キリストの衝動というものとして皆さんに理解できたしていただけたらと思います。O impulso crístico que pode viver em cada alma individual, em qualquer religião. このキリスト衝動というのは、どんな宗教であろうと、どんな文化であろうと、一人一人の人間の魂の中に生まれることができます。Uma parte desse impulso crístico é com aquilo que aconteceu mesmo na semana de Páscoa, 2021 anos atrás. それがどういうふうに起こりうるのかというと、それは一つ、ちょうど今から2021年前かな、2000年前に起きた。A semana da... ですね、はい。A semana da Páscoa, onde acontecem várias coisas, mas hoje a gente vai falar da morte, da descida para o interior da terra e da alma, e a ressurreição, a renovação. つまり、復活祭で起きたことというのは、復活祭の1週間の間に起きたということは、それは一つの命が終わり、死に、その死によってそれが深く深く地球の奥までたどり着き、その地球の奥というのは、つまり一人一人の魂の奥に、入り込み、そしてそこから命が復活したと、そういうことを表します。Eu acho que todo mundo na sua vida individual já experimentou, já sofreu mortes da alma.
私は私たちどんな人間もそれぞれ何らかの形でどこかの時点でそのような体験をしていると思うんです。つまり魂が死んでしまうような体験。 Mortes internas, por exemplo, de ter perdido um namorado. 例えば恋人を失うとかですね。Ou então uma grande decepção na sua profissão. あるいはお仕事の面でとてもがっかりするような大変な失敗をしてしまうとか。Ou então uma doença que você acha que não era. あるいは重い病気にかかってもこれで助からないと感じてしまうような体験。Ou então uma traição.あるいは誰かに裏切られた思い。Você colocou toda a sua fé numa pessoa e ela decepcionou você. Traiu mesmo. 自分のすべての信頼を捧げてた人から裏切られてしまったような体験。Ou algo que aconteceu muito na minha vida mesmo.Principalmente quando eu comecei a trabalhar no Monte Azul, é sentimento de impotência que você não vai dar conta daquilo que você precisa fazer. 私の人生の中では、モンチアズ、特にモンチアズで働くようになってから何回も体験したことですけれど、自分の力ではどうしようもないようなことが起きてしまう。自分ではどうしようもないような状況に遭遇する。Uma profunda depressão. Eu tenho uma missão, eu tenho uma tarefa no mundo, mas eu sou muito fraca para isso, para realizar isso. そして自分はそういう大切なことを実現するために弱すぎる。力がなさすぎると、そしてとてもうつうつとした落ち込んだ気持ちを体験してしまう。Acho que todo mundo, todo ser humano tem justamente essa experiência na sua própria vida mesmo. 人間はどんな人もそういう体験を必ずどこかでしたことがあると思います。Então, aí nessa época mesmo, na minha vida,Uma pessoa que cava poços me contou algo bem interessante que acho que ajudou bastante. そんな中でね、私はある人との出会いからすごい面白い話を聞いたことがあるんで、その人は井戸を掘るお仕事をしている人でした。Ele falou que ele cavava poços, poços na terra mesmo, bem fundo mesmo, fundo, 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 fundo na terra.地面に穴。Quando ele estava lá embaixo, no poço, ele olhou para cima. 地面に穴を。Uma grande surpresa. 地面に穴をね、どん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 深く深く深く掘っていく。で、一番深いところまで降りていったときに空を見上げたら。Pode falar? うん。E aí foi uma grande surpresa, porque ele olhou para cima e viu o céu cheio de estrelas durante o dia. 空を見上げたらですね、なんとその地面の奥深くに穴を掘っていって上を見上げたらそこに星がいっぱい輝いていたのを見たんだそうなんです。真っ昼間に星がたくさん輝いているのを見た。E para mim, isso ficou uma grande imagem. Quando a gente está no poço da nossa alma, precisa olhar para cima. その話は私にとってすごくね、大切なイメージとして残りました。というのは、この一番深いところに落ちてしまった時に、私たちは上を見上げなければいけない。Porque olhando para cima, você consegue ver de novo a estrela, a luz mesmo. 上を見上げた時に私たちはまた星を見ることができる、光を見ることができる、そういうイメージです。
Então, na Páscoa, na semana de Páscoa, é como se fosse uma imagem disso que também acontece na nossa vida. A gente morre, entra numa luta contra as forças, as contra-forças dentro de nós mesmos. E aí, então, a gente olhando para cima, talvez com a ajuda de um terapeuta ou de um amigo, a gente consegue continuar nossa vida. É uma ressurreição. このイースターの復活祭の週に、これからやっていきますけど、その週のその大切なイメージですねというのは、この私たちの魂がこの死ぬような体験、死に近いような苦しみを味わう時に、その一番深いところに落ち込んだ時に、自分のその自分のそのなんていうか、そこから出られないような強い力と戦いながら、その時に、空を見上げる、上を見上げる。Agora, assim, dentro da pedagogia Waldorf, nós usamos muito a imagem da lagarta, do casulo e da borboleta, essa metamorfose. そういう、まあ、復活祭のイメージなんですけれど、それをシュタイナー教育の中ではよく、あの蝶々のさなぎになる様、さなぎとなり羽化する様に例えてお話をします。É uma imagem muito apropriada para mostrar como se transforma algo. 一つの何かがこう変容するときに何が起きるかということをよく表現したイメージだと思います。Eu acho que todos já observaram como a lagarta ela fica só comendo. E come, 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 né? Come muito, consome, né? あの、皆さんも見たことありますよね。イモムシっていうのはもうただひたすら食べてる。常に食べ続けている。Ela consome, mas ela para na hora certa.しかし、その食べ続けていたイモムシがある大切な必要な時にそれをやめます。E ela forma o casulo. そして、さなぎを作る。E no casulo, toda aquela lagarta, toda essa lagarta, ela se destrói. そして、その。Como uma meleca só.そのさなぎの中では全ての今までいたあの芋虫が全部溶けてしまって一つのクリームのような状態になってしまいます。E a gente pode se perguntar, mas por que daquilo que primeiro era uma lagarta, depois o casulo e aquela mistura lá de não sei quê, como ela pode virar uma coisa tão bonita, tão leve?Tão colorida como a borboleta. あの芋虫が、しかも溶けてしまった芋虫がどうしてあんなに美しい、あんなに美しい姿に蝶々に生まれ変わることができるんでしょう。E agora quero assim fazer um paralelo. A lagarta, um paralelo com nossa época da pandemia.その様を今起きている世界で起きているこのコロナの状況と比較してみたいと思うんです。A lagarta come, 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 consome. このイモムシのように食べて食べて食べてただ消費し続けている様。A humanidade nos últimos séculos também começou a consumir tanto que destruiu.A natureza e também assim, o espírito, né, das coisas. この数世紀にわたって人類というのはただひたすら消費を続けて消費を続けて、そしてこの自然だとか、すべてをこう危機にさらすところまで来てしまいます。Porque não conseguiu, cada de nós e a humanidade como todo,Não conseguiu achar limites do consumo. 人類は私たち一人一人がその消費の限界を
をかあの理解することができなかった。Aí, todos nós fomos jogados dentro de casulo. そうだった人類というものがいっぺんにみんなこのさなぎの中に放り込まれてしまったような状態ですね。Lockdown. Lockdown で。Eu, por exemplo, faz mais um ano que quase não saio de casa. それはもう1年以上ですよ。家からほとんど出ていません。Então, nós estamos no lockdown para fazer algo para o futuro. しかし、そのロックダウン、ボブレータ da humanidade. そのロックダウンの中で私たちは、蝶々のように、未来のために何かをしなきゃいけない。Isso. Aí, uma coisa muito importante agora que descobri no lockdown. 私はこのロックダウンの中ですごいね、大切なこと一つ気がついたんです。Eu descobri, porque alguém me falou, que no casulo da borboleta, nesse casulo, tem uma célula imaginal, uma imagem daquilo que vai ser o futuro no caso da borboleta. それは何かというとですね、ある人が説明してくれたんです。あのサナギの中で起きていること、あのクリームのようになってしまったあの細胞というのがですね、実はそうじゃなくて、その細胞一つ一つがあの何て呼ばれるかっていうのを教えてもらったんです。その細胞のことを、その細胞はこれからどんな自分になるのかを知ってる細胞なんですね。で、その細胞の名前はこれ科学的な名前です。イマジナル、イマジアルかな、ちょっと待ってください。イマジナルだ。イマジナルセル、つまり、イメージ細胞っていう名前で呼ばれるんです。あの、サナギの中にある、あの、細胞が。Então, dentro desse casulo que a lagarta construiu e depois destruiu tudo.Tem uma coisa que não foi destruída, que é essa célula imaginal, a imagem do futuro desse casulo. その、すべてドロドロに溶けてしまったようでいて、その中で実は壊れていない細胞、それがイメージ細胞って呼ばれるものがそこにあるということ。未来を作る細胞。E graças a essa célula imaginal, aquele casulo, na hora certa, borboleta. そしてそのイメージがあるがために、あのドロドロのサナギの中の細胞がある時、正しい、その適切な時に、蝶となって生まれ変わる。Então, a gente está justamente...Nesse casulo, para agora, na pandemia, refletir e ver qual que é a essência daquilo que vale a pena levar para o futuro. つまり、この今あの、コロナのこの状況の中で、このさなぎのような中に入っていて、私たちは何がこの未来の大切な本質的な大切なものなのかということをイメージできる必要があるんです。O que é nossa imagem? Nossa imagem, a imagem do ser humano que vai ser levado para o futuro e vai conseguir dar um passo a mais.No futuro, depois do lockdown. このロックダウンが終わったときに人間の何が未来に持ち越されるのか、未来に何を作り上げるのか、そういうイメージを持っていなきゃいけない。Então, podemos pensar assim: nós estamos numa época.Muito interessante, mas muito dolorosa,
do nascimento de algo novo. 私たちが生きている今の時代というのはとても面白い時代だと思います。しかしそれはとても痛み、深い強い痛みを伴った何かが生まれるための痛みを伴った時代を私たちは生きています。Nós não deveríamos falar que vai de novo ser tudo normal. また全てが元に戻るなんていうことを思うことはできない。Porque aquilo que era normal antes do corona é uma doença. Comeu demais, consumiu demais. あのコロナが来る前のあの普通だった当たり前というものが本当は当たり前ではなかった。あの無限の消費というのはあれは病気だったからです。Então, a pergunta mesmo é que é a essência do ser humano? ですから大切、ここで大切な問いというのは何が人間の本質なのかという問いです。Acho que agora vai ter os grupinhos. É, それで、そのことについてですね、皆さんと今日話し合う機会を設けることができたらと思っています。Então, você gostaria que conversasse sobre isso? Eu poderia refletir agora, né? Sim, mas eu vou fazer a pergunta ainda direito, tá?でそれでここまでお話を聞いていただいて、ここからは皆さんにグループに分かれていただいて、今回今までねちょっとじっくり話をしたいっていうふうに何人もの方から言っていただいた、実にそうしようと思ってるんですね。でグループに分かれて話し合っていただきたいことがあります。Então vou fazer umas perguntas um pouco difícil, eu acho, né?ちょっと難しい問いかもしれないんですけど、問いを皆さんに投げかけるのでよく聞いていてください。O que realmente é humano, essencialmente humano, no jeito de pensar? 私たちの考え方の中に何が本当の意味で人間の本質的なことがあるか、人間の本質的なもの、私たちの考える力の中にある本質的なことは何か。Agora, segunda pergunta. それが一つ。O que é essencialmente humano na maneira como a gente sente?次に私たちが感じる感じ方の中に何が本質的に人間的であるのか。Terceira pergunta: O que é essencialmente humano na maneira como a gente atua? 三番目は、私たちが意志の力で行動するときに何が本質的に人間的であるのか。Então, resumindo, o que é essencialmente humano no pensar, no sentir e no atuar? 人間の本質的なものっていうのは一体何なのか。考える部分において、感じる部分において、行動する部分において、何が本質的に人間的であるのということを意味するのかを皆さんに考えていただいて、話し合っていただけたらと思います。E assim, a discussão, a conversa, não precisa ser muito filosófica.Pode ser exemplos da sua própria vida. ただその何か哲学的にグループで話し合うっていうんじゃなくていいんです。皆さんの人生の体験に基づいて、いやこういうことなのかなっていう、その自分の人生で経験したことに基づいてお話をしていただけたらと思います。Então, só queria falar o seguinte, que
Eu coloquei essa pergunta muito difícil, porque cada vez que eu faço um live com vocês, vocês me surpreendem com as respostas. あの、今日すごい難しい質問を皆さんにしたと思っています。ただ、皆さんは私が質問をするといつもとてもびっくりするような素晴らしい回答をしてくださる。そうです。あ、なので、だからそのこんな難しい質問をしたということを話したかったということです。はい。じゃあ翼のグループ、恵子さん。あ、はい。はい、あの、はい、ちょっとうまく説明できるかどうかちょっと分かんないんですけれども、今日初めて参加されたという、熊田真由美さんのお話がとても面白くてですね、お腹の中に赤ちゃんがいるその、助産院 の、 その妊婦さんとかの、こう二次命の具を使ってそのアプローチをするっていうことをされてて、今まで5、600人の妊婦さんをその妊娠絵の具を通してこう観察してきたというあのお話がとても面白くて、で、その話の中で、やっぱりこう観察する見るっていうことは本質につながるこう第一歩、じゃないかなっていう話が出ました。でこう目の前の命が生まれようとする、それをこう色とか形にこう表していってるそうなんですけれども、ちょっと後でご本人からも説明していただけるとありがたいんですけれども、あの日本でもよくあの昔から赤ちゃんは気で育つっていうふうな言葉があって、まあ、あの気をかけるとか気にかけるっていう、そうあの赤ちゃんは生まれた後もお母さんのこう木で育っていくっていうところで、まあ、そういうところにすごくこうあの人間としての本質がこう見られるんじゃないかなっていう話がありました。すいません、ちょっとうまく説明できなくて、恵子さんもし補足等あればよろしくお願いします。ありますか？はい、私もあの具体的にはよくあの分かんないんですけども、その赤ちゃんは気で育つっていうのをおっしゃった時にね、日本語でそれをあの気にかけてなかったんです、そういう意味をね。だからあのそれで彼女が外国でも多分世界で中全部同じじゃないかと、お母さんの気で赤ちゃんは育つっていうふうに、これあの英語圏であの誰かに聞いてみよう、私子供がいないんで分かんないですよね。だからそういう英語圏で聞いてみようと思いました。Está ouvindo? Quico é mais? Então, tem uma pessoa, né, do grupo do Tsubasa que trabalha com as gestantes, com as cores, com aquarela, com as cores, né, de desenho molhado. E, então, ela acha que observar é o primeiro passo de compreender, né? E observando essas gestantes, ela percebe que as gestantes e parturientes, né? Com as mais de pequenas crianças, crianças, os nenês crescem com o ki. Você lembra que a ki é palavra japonesa, sim. Energia vital. Sim, sim. Então, energia vital que faz com que as crianças cresçam. A energia vital que da mãe. Né? Então, ela queria saber se existe esse mesmo conceito em outros idiomas, outras culturas. Né? Então, elas conversaram sobre isso. Massa. え、私たちのグループで、面白い話も出ました。
佳代さんって方の話ですけど、コロナの状況下においてまあ、家にこもっている中でだんだん出てきた気持ちとして、何か分かち合いたくなる、人に会いたくなる、それから物をあげたくなる、なんか自分が食べているのがなんかすごく悪いような感じがしてきたということとして、何かそういった行動に起こしたくなるという話が一つ、これちょっとブラジル の社会活動と似てるなと思ったんで、すごく今日面白いなと思いました。コロナによって社会活動が盛んになったって話を聞いたからですね。でもう一つ、陽子さんって方は下の幼稚園で昨日は卒園式だったそうです。で、子どもたちというのは毎日朝園に来て、おもちゃを出してきて、もう部屋がカオスになるそうです。もうおもちゃのおもちゃだらけになって、でそれをまたこの先生たちと一緒に片付けていく日々の中に、そういったぐちゃぐちゃに部屋になってまたきれいにいくというそのプロセスがあって、それはその小さなそのステップじゃないかと。そして昨日は卒園式だったそうです。で、子どもたちはそこで一つのピリオドとして学校が終わり、まあ、だから子どもたちというのは自然に生と死、終わりと始まり、そういったものをこう経験しているんじゃないかという話を、あと砂場ですね、砂場でね、せっかく作った綺麗なお城だとかそういったものを、やっぱり終わる時には先生が、意を決して壊す、そしてまた明日新しく再生するという、そういったことをしているそうで、そこにそういった、先ほどの本質的な、まあ、ものがあるんじゃないかという話が出ました。以上です。No grupo do Massa tem uma senhora chamada Caio, que também vive no lockdown, que vive bastante em casa, e ela, dentro dela surgiu muito fortemente esse desejo de compartilhar, desejo de oferecer, né, aos outros. Isso deve ser algo muito comum, porque Massa acha que isso também acontece muito no Brasil, dentro da situação da corona, né? As pessoas cada vez mais, em pessoas surge esse desejo de compartilhar e oferecer para outros. E uma outra senhora, Yoko, ela trabalha na Jardim de Infância no Jardim de Infância de Waldorf, Jardim de Infância é aquela situação, né? Todo dia é grande caos, crianças brincam, e depois voltar a limpar e arrumar. Então, esse círculo, né? Esse círculo, crianças criam castelo de areia e depois, no final do dia, tem que desmanchar. Então, esse círculo do dia a dia do Jardim de Infância, ela percebe esse círculo de pequena morte e ressuscitação. Pequena morte e ressuscitação. Oka ni, tsugi no grupo doko demo. Omegai shimasu. Hai, じゃあお話ししてもいいですか？私のグループは、ゆかちゃんとクリスさんというブラジル、私とブラジル在住3人だったんですけれども、結構お母さん目線のお話が出て、日々の生活の中でこうした方がいいと思うのにできないっていうことがたくさんあるよねっていう話が出ました。で、クリスさんはお友達の話で、日本にお友達が行ったけれども、もう日本に慣れるのが大変で、日本語を習うのはすごく大変で、赤ちゃんがいらっしゃるそうなんですけど、赤ちゃんにポルトガル語は教えてるのって言ったら、いやもうそんな状況じゃないのっていうような、なんかすごく大変な中でポルトガル語の重要性も伝えたっていうことをお話ししていただいたんですけど、もう私たちのなんかこうお母さんの日々の生活の中では、その毎日が大変すぎて結構いろんなことが回らない、そこでなんかこう本質的なこととかもう結構抜け落ちてるよねっていう話で、私なんかはロックダウンで子どもと一緒に家にいるときに、まあ、私もこうしてっていうのいっぱいあるんですけれども、こう子どもをずっと観察していると、やっぱり子どもはお腹が空いたときに食べて、眠たい時に寝て、遊びたい時に遊ぶ、
すごくこう自分の本質的なところに寄り添ってというか、もうその瞬間、本質的な瞬間しか生きていないっていうことがすごくよくわかると。で、まあ、その子どもの本質的なところに寄り添っていくと、こう人間の生活で何が大切なのかっていうのがよくわかるという話をしました。以上です。No grupo da RIE tem três mulheres mais que vivem no Brasil e para elas foi, foi o assunto demais, né? E as mais querem realizar algo no dia, mas é muito difícil com essa situação de lockdown, né? As mais gostariam de realizar isso, aquilo, mas é muito difícil organizar o dia.Mas dentro dessa dificuldade, elas perceberam que as crianças vivem o essencial do desejo deles. Eles comem quando precisam comer, eles dormem quando precisam dormir, eles descansam quando precisam descansar. Então, crianças mostram esse ritmo bastante essencial.Do ser humano, né? Então, fica do lado, junto com as crianças, conseguem perceber o essencial do ser humano. はい。他のグループはありますか？はい。はい。じゃあ、足りないところは補足説明してください。まず答えがわからない問いに自分が決断して決めるというのが今の人間の本質ではないか、そしてこの問いそのものを持つという力、その問いを持つ、研ぎ澄まされるほど、問いが研ぎ澄まされるほど答えがセットで現れてくる。そして感情の面としては311の時に他人の悲しみを自分のものとする、苦しみを自分のものとする、そして子供が危ないと思ったら行動、意思として行動に移す。でも本質の中に、人間の本質の中に悪いものと良いものが両方があるというのもあって、このコロナの期間中にどうなりたいかということを考え続けている。で、希望、勇気としては、こうありたいとイメージできるのが人間なら、希望と勇気を持てるという話をしました。同じグループだった方、補足、訂正、追加お願いします。Então, deve ser o essencial do ser humano, deve seressa habilidade de decidir conforme a sua decisão. Você mesmo faz a decisão para aquilo que não tem a resposta correta, né? Aquela pergunta que não tem a resposta, você mesmo teria que decidir. Isso é o essencial do ser humano. E quanto mais... profundo esta pergunta, talvez mais ainda a decisão seja precisa, decisão venha com precisão, né? E lembrando que no dia 11 de março foi o dia de 10 anos daquele terremoto, né? E nós vivemos uma dor profunda 10 anos atrás,E muitos compartilharam aquela dor das pessoas alegres, aquelas pessoas que tá passando por uma dor muito profunda e forte. E muitas pessoas tomaram decisão de fazer isso, essa dor de outro, seja a dor da gente, né? Então, e naquele momento, muitas pessoas precisaram de atuar conforme sua muita forte decisão e vontade, por exemplo, para proteger seus filhos, né? E,
Então, isso acharam que é o essencial do ser humano, essa habilidade de decidir, conforme a pergunta, que não tem resposta. Mas, ao mesmo tempo, dentro da essência do ser humano, tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Então, sabendo disto, finalzinho, eu não lembro muito bem, mas se a gente puder atuar com coragem,最後の本質の中に、人間の本質の中に良いものと悪いものがあるんだけれど、勇気を持ってっていう、そこの勇気のところをもう一回すいません、話していただきます。希望、勇気を持てるのは、こうありたいとイメージできるのが人間なら希望、勇気を持てる。Então, se a gente, ser humano, tiver a imagem daquilo que a gente quer no futuro, né, isso traz a gente a coragem e esperança de decidir. Hai, então, arigatou gozaimasu. Chotto...意外と時間が進んじゃったんですけれど、もうあと一人ぐらい。Acho que... はい。ん Acho que tá bom já. Tá bom, né? Porque tem ali, hein? Ali vai falar. それでね、どうもありがとうございました。まだ他のグループまだ発表して、うちのグループも発表してないんですけれど、だけど、ちょっと時間なので、ここで一回、次のお話に進みたいと思います。で、お話でね、今日の最初のところでお話ししたように、この人間の本質を追求してっていうタイトルは、ブラジルのヒューマニゼーション運動っていう運動のことを扱おうと思って最初つけたタイトルだったんですね。で、そのヒューマニゼーション運動っていうのは実はブラジルの今から30年ぐらい前にすごく大きく盛り上がったお産のヒューマニゼーションっていう運動がきっかけとなってすごく社会に広がっていった言葉なんです。で、その言葉がね広がったのはなぜかっていうと、一つはブラジルってものすごく帝王切開の多い国で、今でもお金を払ってお産をする人たち、収入の高い人たちの間で 90% ぐらい帝王切開の国なんですよ。で、そういう状況を克服しようとした時に、だけど貧しい人たちがお産している状況は今度は帝王切開じゃないんだけれど、とても悲惨な、ちゃんとしたケアが受けられないような、人間とも思えないようなお産をしているじゃないか。だから本当に素晴らしいお産をするっていうことは、しっかりしたケアが行われて、そしてそのケアが帝王切開とかそういう全て機械的にやってしまうというものの側に落ち込んでしまわない、真ん中の高みのようなものが人間のヒューマニゼーション、お産のヒューマニゼーションというものだねっていう、そういう運動が1990年代にすごく盛り上がったんですよね。で、その運動の流れで今リエちゃんっていう、今日もさっき話してくれましたけど、リエちゃんがモンチャーズールで長くボランティアをした人なんですけれど、彼女今ブラジルに住んでいて、で、彼女はそのお産のヒューマニゼーションの流れの中で今すごい活発に活動を始めているんですよ。で、その話をちょっとしてもらおうということになってました。じゃあリエちゃんお願いします。はい、改めまして皆さんおはようございます、日本の皆さんこんばんは。ちょっとだけなんですけれども、今私がブラジルでしているお産の活動についてお話ししたいと思います。私は今ブラジルのクリチバというところで出産ドゥーラという活動をしています。出産ドゥーラというのは妊娠中からお産の間、そして産後にかけて女性の心と体に寄り添って女性と共に歩むというお産の伴走者と言われている職業です。で、
それだけではちょっとわからないと思うので、仕事例、活動例を挙げるとすれば、妊娠中にまずその女性がどんなお産をしたいのかっていうのをお聞きして、でそのお産を一緒にどうやったらできるかなっていうような具体的に、具現化させていきます。大輔さん、これ通訳入りますか？No, ウテさん分かってるから大丈夫よ。後でいい。はい。Traduzir não, né? Você sabe o que que ela faz, né? De trabalho de doula, doula no Brasil. Acho que não precisa traduzir, há tempo. Ah, ok. 大丈夫、大丈夫。はい、分かりました。そしたら、はい、その女性がどのようなお産をしたいのかっていうのを、一緒に具現化させていくっていうお仕事が一つあります。それで、そうですね。そして、お産の知識というのを妊娠中にレクチャーをしたりして、その女性が、心と体を、お産に向けて準備していくという活動もあります。そして何より大切なのが、いつも、携帯でメールだとか電話とかで、ちょっと不安なことがあったらすぐに聞けるよっていう存在になります。そのことでかなり安心感を、誰かと一緒に一人ではないというような安心感を与えるという役目もあるのかなと思っています。で、お産になるとまず最初の陣痛だとか兆候が来た時に必ず連絡をいただいて、そして自宅まで伺って、そこで陣痛の最初の最初の方から一緒にずっとお産が終わるまで、産後 2,3 時間まで一緒にお産を乗り切ります。で、最初の授乳だとかもお手伝いをしたりして、で産後は、その女性のご自宅に伺ったりとかして、女性の心と体のケアだとか授乳の方法などもお手伝いをしたりします。で、この役割っていうのは日本では助産師さんが大きな役割を担われているかと思うんですけれども、ブラジルでは、ブラジルだとかアメリカでも、あとヨーロッパとかでも、この女性の心と体のケアというその点に特化した出産ドゥーラという職業が大きくあって、女性たちがさまざまに活動をしています。で、私が最初にお産というものに興味を持ったのが、実はモンチアズールでボランティアをしていた時でした。2007年か8年だったと思うんですけれども、モンチアズールにカーザアンジェラという助産所がちょうど建物だけなんですけれども出来上がったところですいません、私はそこが出来上がったので、まずお掃除に、その土木建設のそのままだったのでお掃除に来てくれと言われて、何人かのボランティアで一緒にお掃除に行きました。で、中に入って驚いたのが、その壁がピンク色だったんですね。その淡いようなピンク色で、水彩画のようなこう何色も何色も重ねたようなピンク色で、壁が一面に塗られていて、で、待合所みたいなところもすごくアットホームの雰囲気で、まず最初にそこに驚きました。こう、私のイメージだとお産っていうのは病院でするものだと思っていたので、真っ白い壁というのがイメージだったんですけれども、そのピンク色の何とも言えない淡い色にすごく感激をして、で、分娩室とかも見せてもらったんですけど、その分娩室一つ一つにちゃんとバスタブが用意されていました。そのバスタブっていうのはブラジルでは結構贅沢品のような感じで、めったにあるものではないんですけれども、そこにはちゃんと妊婦さんが陣痛が緩和されるようにとか、水中出産ができるようにとか、そういう配慮を込めて一室一室にちゃんとバスタブが用意されていました。で、そのカーザアンジェラっていうのはファベーラの、ちょっと隣にあるようあるんですけれども、それを見た時にこう建物だけをその時は見たんですけれども、建物だけでももう
その女性一人一人を大切にするんだぞっていうこのカーザ・アンジェラの意図というものがすごく伝わってきて、あ、なんかこんな風に大切にされるお産があるんだと、その時にすごく感激しました。でその後カーザ・アンジェラのプロジェクト内容のその書面も全部読ませていただいたんですけれども、その中で出会った言葉がパルトマニザードという言葉でした。パルトマニザードっていうのは、人間的なお産だとか人間らしいお産というふうに、訳されるんですけれども、その言葉を知ったことがきっかけですごくこうお産ということを考えるようになって、それから私自身日本に帰って子供を授かるんですけれども、どうしたらこう私らしいお産ができるかなとか、どうしたらこう私という人間に一番あの本質的なもの、本質的なものを備えたお産ができるんだろうということをすごく考えました。あ、それからあのさっきのうてさんのお話で思い出したんですけど、その大切にされるお産ということを知った時にもう直感的にあのお母さんになりたいと思ったんです。その時なんかこう雷が落ちてきたような衝撃で、お母さんになりたいっていうふうに思ったんです。で、あのそれから日本ですごくあの助産師さんたちにも助けられて、あの思い出に残るようなお産をさせていただいて、であとブラジルにまた来て、自分なりのパルトマニザード、人間らしいお産というものを追い求めて、3番目もブラジルであの出産させていただきました。で、まあ、あのいろいろ考えさせられるお産でもあったんですけれども、とてもいいお産をさせていただいて、であのその時の経験から海外で出産する方のあのお手伝いがしたいってすごく強く思うようになって、去年あの出産ドゥーラになることに決めました。で今はあの出産ドゥーラとして相談にも乗りつつ、あと月に1回ドゥーラ仲間とのユキナとあのオンライン活動にはなるんですけれども、ブラジルのお産を語ろうっていう会を月に1回開催しています。でこの会の意図としては、あのブラジルのお産を日本人の方でもあのブラジルでしたいという方がたくさんいらっしゃるんですけれども、とにかく情報が少なくて、何かあるとあの帝王切開がそのすごく高い比率であるだとか、そういう情報しか出てこないんですけれども、みんなでブラジルのお産を知ろうじゃないかという意図でやっています。であのそのブラジルで生まれる全ての女性の方にさらなる選択肢を持っていただきたいなっていう思いもありますし、全ての方が安心してお産をができるようになってほしいという思いを込めて今活動に取り組んでいるところです。以上です。どうもありがとうございます。あのリエちゃんとね、それからいつもこのセミナーでヨガをやってくれていた、今日は参加してないけれど、あのユキナが2人ともそのブラジルで今ドゥーラとして活動してるっていうのはすごい感無量というか、その1990年代にね、あのブラジルで生まれたその出産のヒューマニゼーションっていう運動が、あの具体的に自分の友達たちにね、こうやってあの職業選択としてあの降ってくるっていうところまであの進展してるんだなっていうのをすごくあの感無量に思うんですよね。その30年前だからね、この、 あの出産のお産のヒューマニゼーションっていう運動がブラジルで盛り上がったのは、でその30年前のブラジルの状況っていうのは、あの全ての本当に全ての女性がお医者さんと直接女性が対面対峙するお産ばかりだったんですよ。女性はお医者さんと赤ちゃんを産む状態になっちゃってたのね。でその間に助産師さんっていうのが入らなかったんですよ。ブラジルには助産師っていう職種がなかったからね。それでそんなあの中で帝王切開がものすごく増えていった
あの時代にたった一人だけブラジルに助産師で仕事してる人がいたんです。たった一人で助産師として働いてた人が、でそれが前回 の, あ の, こ, の, あのこの講座の中でお話が出たアンジェラさんっていうモンチアズールであのドイツからボランティアに来てたね、あの助産師さんで、ドイツでは助産師だからいいんだけど、ブラジルには助産師なんて仕事も職もないのに助産師をあのファベーラでやってる人がいて、でその人が本当に素晴らしいお産をさせてくれるに立ち会ってくれるあの人だったんですよね。でその時代に、あ、助産師っていう職種がないとあの、もう帝王切開の問題解決しないし、そしてその貧しい人たちが病院でほったらかしになってる状況も全然解決しないよねと、動物のような人間らしくないお産をさせられてる人たちがいっぱいいて、でそれを逃れた人たちはみんな機械のようなお産をするようになっちゃった社会を変えていくためには助産師という職種が必要だよねっていうので盛り上がったのが1990年代。でそれのきっかけになったのはやっぱりアンジェラさんだったんですよ。でそういう運動を出産のヒューマニゼーション運動という名前になって、それがこうブラジル全国にこう広がってったのね。で1998年にブラジルの政府があの助産師っていう職種を本当に作った、まあ、名前は産科看護師っていう名前で、あの同じような職種を、似たような職種を作った後はすごい勢いであの助産師の数が増えていって、そして全国どこの町でも、まあ、探せば助産師の立ち会ってくれるお産ができるようにはなっていったんですよね。それでも圧倒的に足りないし、助産師の数も全然足りないし、あのその中で今新しい、まあ、昔からあったんだけど、あのそういう国だから助産師じゃないんだけどドゥーラとして、あの助産師じゃないんだけどそういう医療者じゃないんだけどそばにいてくれる、そしていろんなあの知恵を持ってる女性があのそばにいてくれるっていう人たちがいると本当に助かるよねっていう、そういうあの助産師とはまた違うあの人たちがいて、ドゥーラっていうのがね、あのブラジルではあの、まあ、助産師ができる前から実はいたんだけれど、そうじゃないともうどうしようもなかったからね。でその助産師ができていった後も今どんどん運動としてドゥーラの運動っていうのも広がっていて、でリエちゃんとあのユキナがそのドゥーラとしてあの活躍しているという 活動し始めたっていうのはすごい感慨深いと思います。であのそういうお産から始まったヒューマニゼーションという言葉があのやがてすぐに新生児のケアのヒューマニゼーション、新生児もね生まれてきたばかりの赤ちゃんがあのちゃんと面倒見てもらわないのも問題だし、あのあるいはで死んでしまうのも問題だし当たり前だよね。だけどその病院の中にこう完全に隔離されて親も一緒にいられないような、そういうのも良くないよねと、そうじゃなくて親がずっとそばにいられるあの未熟児のケアっていうのをしなきゃねとかね、で いろんなそういう人間の本質的に人間はこうでなければいけないというものをあの医療の場面でこう実現していこうとする運動がみんなヒューマニゼーションという名前で呼ばれていったんですよ。公衆衛生もヒューマニゼーションと呼ばれたし、あの医療がその病気になってから治すんじゃなくて予防から始まって健康を促進しなきゃあのいけないよねっていう、そういう健康促進させるのが医療者の本当の役割だよねっていう、そういう考え方もヒューマニゼーションと呼ばれたし、あのここの30年間ずっとヒューマニゼーションという言葉が特に医療分野ではすごくあのブラジルでは意味のある重要なコンセプトだったんですね。でそれが最近は今度は教育のヒューマニゼーションという言葉でも言われるようになって、でその子供がねあのこうなんていうの、あのただの知的な刺激だけ受けるっていう、それじゃないよね、人間なんだから子供っていうのはたくさん遊びがあって豊かなあの遊びの生活があって、それで本当の子供時代があの全うされるよねっていう、そういう考え方もあの今度は教育のヒューマニゼーションという言葉で呼ばれるように今なっていて、
でそういう流れがあるんですよと。でその流れの中でモンチャズはいつもすごい重要な役割を果たしている。でそのモンチャズでボランティアをしたリエちゃんとかユキナが気がついたらそのドゥーラっていうヒューマニゼーションの運動の中で活動しているというお話を今日聞かせてもらったと思います。どうもありがとうございました。 Então, o que eu expliquei, né, é a história da, do movimento da humanização. Não precisa, que não dá, depois me fala. Porque já está na hora. É, それで、じゃあ、você já falou do post? Não, do post, agora é você para falar. ということで、do curso? Da ideia, convite, né, para todos, para continuar.Eu, no começo, eu falei um pouco. Você quer que eu fale? Eu achei que você fizesse, sim. Tá bom. Melhor você. Melhor eu, né? Tá bom. ということで、もう時間となってしまって、今日はこれで、最終回、終わりの時間が近づいてきました。皆さん、長いこと、何回も何回も、参加していただいた方もたくさんいるし、本当にどうもありがとうございました。これでね、上がった収益が多分少なくとも全部合わせて40何万ぐらい、50万弱かなぐらい の寄付を皆さんからいただくことができました。これ近々モンチャズールにすべて寄付させていただきます。ブラジルはやっぱすごく大変な状況で、このコロナの中でいろんなそのお金の流れも滞ってしまっているし、こういう社会活動をしている人たちにとってとっても大変なことがいっぱいあってですね、それこそ思ったことが思ったようにいかないっていう状態がずっと続いています。でその中で少しでも助けになればと思ってこの会を始めたんですけれど、お金としては40万と50万の間ぐらいの金額が集まって皆さんからいただくことができました。本当にどうもありがとうございます。で、それでこれで6回の会が終わりなんですけれど、ここからはですね、最初に言ったように、もうちょっとなんか規模の小さい、もうちょっと楽な気持ちで続けられる、皆さんが参加できる、皆さんと一緒に作れる勉強会をやりたいって思ってるんですね。で、これウテさんはものすごく期待していて、っていうのはね、モンチャズールではピンドラーマっていうグループがもうずっと何十年もやってるグループがあって、ブラジルの魂について、ブラジルって何なのか、ブラジルに住んでる人間ってどんな人たちなのかってことを研究する月1回のミーティングが多分20年以上ずっと続いてるんです。で僕も何回も行ったことあるんですけど、とっても面白いのね。入れ替わり立ち替わり、いろんなスピーカーが来て、みんなボランティアで来てくれて、でその人がお話しするインディオの歴史だとかね、そういう話をこう聞きながら、みんなでブラジルって何なんだろうねってことを考える会がずっと続いてきていて、でそれを多分すごくウテさんイメージしていて、僕もそれをイメージしてるんですけれど、勉強会として何が人間のユニバーサルな本質的な普遍的な人間の本質なのかということと、そのことがどのように一つ一つの文化の中で表現されているのか、どんな着物を着て人間の本質的なものがそれぞれの文化に現れてくるのかということを考えていく、それを特に日本、そしておそらくブラジルを例に取りながら考えていく会を続けていきたいと思っています。一応5月の第2日曜日から再開するつもりなんですけれど、皆さんぜひ気軽な気持ちで参加していただいて、こんな人に話してもらおうよとかっていうことを一緒に考えていけたらと思っています。で5月の会は一応その先ほども今もう始まったわけですけど、ヒューマニゼーションのことを一回取り扱おうっていうことは考えていて、そしてその次の6月は実は京田辺のマリコ先生、中村マリコ先生にもお願いしてあって、今日も参加していただいてますけれど、中村マリコ先生にこの間の2回ぐらい前の回でお話ししていただいた
日本のシュタイナー学校における神話の扱い、歴史、日本の歴史の扱い、そこから日本人の魂っていうのがどんなふうに理解できてくるのかっていう、そういう話をしてもらおうっていうところまではだいたい今決まってます。5月と6月のプログラムは。で、また7月、8月っていうふうに計画を立てていこうと思っているので、ぜひ皆さんも気軽な気持ちでご参加ください。Eu dei o convite. Está ouvindo? Ah, tá bom. Vai eu falar? Uhum. Eu, né? Uhum. Então, muito obrigada. Fiquei de novo muito feliz de falar para vocês. Vou refletir um pouco sobre essa pergunta do Ki, que eu achei bem interessante. E numa próxima vez, não sei quando, a gente podia aprofundar um pouco o que, que é realmente esse impulso crístico. Minasan, honto ni domo arigatou gozaimashita. Koyatte minasan to goisshou dekite, honto ni shiawase deshita. De, kore kara desu ne, kyou wa ki についての質問をいただいたと思うんですね。で、そのことすごく面白いテーマなので、これからよく考えてみたいと思います。またどっかでそのことについて話ができるといいなと思います。それからまた今日話をの中で触れたキリスト衝動についてもどこかでもうちょっと深く考える機会が持てたらと思っています。Não sei se vocês viram na tela três crianças. Na tela, que eu vi, eu não sei se você viu, mas eu vi três crianças. Uma criança do Japão, o Hiro. Outra criança da Europa, o Massa, e da Yuka, no Brasil.3人の昔マウンチャーズでボランティアした人たちが子供を連れて参加していましたね。と1人はヒロ、日本 の, ヒロの子供、それからもう1人はスイスにいるマッサの子供、それからもう1人はユカちゃん、ブラジルにいるユカちゃんの子供が映っていました。え、para essas crianças e mais milhões de crianças que nós queremos sempre de novoNos esforçar a criar um mundo cada vez mais humanizado. この3人の子どもたち、そしてそれからさらにもものすごくたくさんいる世界中の子どもたちのために、より人間的な、ヒューマナイズされた、より人間的な世界というものを作っていくことが、eu acho por causa dissoNós vamos desenvolver um olhar novo para o ser humano e para o mundo. E tem uma poesia que uma educadora aqui da Escola Waldorf da Monte Azul escreveu, que poderia ser o fechamento da nossa sessão. その子どもたちのために私たちは新しい目、新しい見方、世界を見る目というのを作っていかなきゃいけない、人間を見る目というのを作っていかなきゃいけないと思うんですね。で、そのことに関してのある一つの詩があるので、その詩を紹介したいと思います。その詩っていうのはですね、モンチャズール の, 先生、モンチャズールで働いているある女性が、先生をしている人が書いた詩なんですけれど、その詩を最後に紹介して終わりにしたいと思います。さっき翻訳したばっかりなんですけれど、先にちょっとポルトガル語で読みますね。ポルトガル語は美しい言語でね、声に出して読みたいと思います。Nossos sorrisos se transformaram em olhares.Nossos olhares viraram respostas para nossas emoções.
O medo se tornou esperança, a fé se fez presente. E de repente, mais que de repente, o sol continuou a brilhar. E percebemos que as mais belas descobertas ocorrem quando as mesmas coisas são vistas com um novo olhar. Kátia. Kátia っていうのは、まあ、そうですね。だから僕がボランティアしてた時に子供だった子が今、モンチャズーで先生をしてるんですよね。日本語に訳します。私たちの笑顔が見つめる目に変わっていく。私たちの見つめる目は、私たちの感情への答えと、恐れは希望となり、信じる心が現れた。そして突然、突然よりも突然、太陽が照り続けた。そして最も美しい発見は、今まで見ていたのと同じものを新たな目で見たときに起こるということに気がついた。カチ。Muito obrigada.ありがとうございます。